こんにちは、草場ひろきです。今回は太もも科の精油について紹介したいと思います。太もも科っていうのは名前のインパクトから太もも科だけ頭に残って、太もも科の精油って何があるかっていう風に抜けてしまう方って多いんじゃないかなと。なので今回は太もも科の精油って何があるのかなって覚えていただいたらと思います。まず太もも科の精油っていうのは代表的なのはユーカリとかティートリーで、なのでアロマの世界では一般的な精油が実は太もも科だったんですね。太ももってどんな漢字を書くのかなんですけど、カタカナで書いちゃうと太もものイメージしかないので、漢字を知ると太もものイメージが違ってくると思います。太ももっていう植物があるんですが、太ももっていうのは中国からまず沖縄に伝わってきました。中国では太ももと言わずに不頭というふうに呼んでいたんですね。これが中国に伝わった時にその果実が桃に似ていることから太ももと呼ばれ、太ももに変わっていったと言われています。この科の植物で代表的なものがユーカリになるわけです。太もも科の植物のほとんどが精油を含む芳香植物で精油の原料になります。ということで今回は太もも科の精油を紹介したいと思います。まずユーカリ類、ユーカリグロブス、ユーカリラディアタ、ユーカリスミス、ユーカリリベス、ユーカリレモン、ユーカリって一言で言っても精油の種類も多くあります。ユーカリ以外にもティートリー、カユプテ、マートル、そしてクローブなどがあります。太もも科の植物、今聞いていただいてある程度匂いが想像できた方もいるんじゃないかなと思います。っていうのはですね、同じ成分を含んでいるものが多いです。どんな成分を含んでいるか、18シネオールという成分を太もも科の精油は含んでいることが多いです。今紹介した精油の中ではユーカリグロブルス、ユーカリスミス、ユーカリラディアタ、カユプテニアウリ、マートル、これの代表的な成分が18シネオールになります。なので太もも科の特徴は結構18シネオールの特徴とも言えます。じゃあこの18シネオールどういう働きがあるか、まずは免疫刺激作用です。インビトロインビボの研究では免疫刺激作用があることが示されています。またこの18シネオールを多く含んでいる精油を吸入することで気管支の繊毛を活性させることで炎症を抑え、ウイルスなどの抑制効果が報告されています。他にもヒスタミン抑制効果、気管平滑筋の弛緩作用などが報告されています。免疫刺激といっても具体的には試験管内ではあるんですが、ナチュラルキラー細胞を活性化されたと。太もも科の植物は結構感染症にいいというか、身近にあると感染症にかかりにくいということが予想できますし、アロマでいうと太もも科の精油をお部屋に焚いてると喉にもいいし、ヒスタミンを抑える働きからアレルギー性の喘息にもお部屋にユーカリ系を焚いてるだけでも効果が期待できるんじゃないかなっていうことが考えられると。また2018年に公開特許広報で紹介された特許では18シネオールの香りを嗅ぐだけで短期記憶力が向上するというふうにも紹介されています。なので高効力、匂いだけでも効果が期待できる精油なんじゃないかなと思います。そしてこの香り、ゴキブリアブブユなどの虫が嫌いな香りでもありますので、いろんなものを寄せ付けず自分の免疫とか記憶力などの能力アップの非常に素晴らしい成分なんじゃないかなと思います。ということで太ももか、太ももで覚えず働きで覚えていただいたらいいんじゃないかなと。今一度、太ももかの植物、ユーカリ類、ティートリー、カユプテ、マートル、クローブなどの精油が太ももかの植物です。ということで今回太もも科の精油の紹介でした。また次の動画でお会いいたしましょう。蒲焼きの蒲に桃と書いて蒲焼きの蒲、これでいいの？これ違ったら恥ずかしいかな。蒲焼き合ってるわ。蒲焼きの蒲でいいのかな。皆さん、動画を視聴していただきありがとうございます。もし動画を気に入っていただけたらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録していただいたら通知をオンにしてください。では次の動画も楽しみにしてください。